しましても、ジャニー喜多川に性加害はあったと認識しております。9月9日をもって経営責任を取り、代表取締役、9月5日をもって経営責任を取り、代表取締役社長を引責辞任いたしましたと申しました。そして東山はそのですね、こちら新しく事務所の代表となりました東山のグループです。喜多川氏の性加害を認め、ここで謝罪させていただきます。今後はこの事実に真摯に向き合うため、私は年内をもって表舞台から引退いたします。今後は人生をかけてこの問題に取り組んでいく覚悟をありますと新社長になることを明かしました。この件についてですね、7日にアップしました嵐のメンバーということですが、正直驚きと戸惑いというところ、東山さんのプレイヤーの人の姿を見てきたので、この事務所の組織の非常になるんだということの驚きと戸惑いに違いを見て、12時は呼ばれた時期を東山さんはどう見られなくなってしまうんだという驚きと戸惑いの2つですと話していました。数日前のことでございますね。だから先週、なんか9月の何かに、何かの形で会見します。その時に東がその番組の中で、会見がありますので、それまではコメントを差し控えさせていただきますっていうのが、非常に決まってたんですよ。うん、そういうことですね。出ないと、そのまま、あ、明日やってくれって引き受けられるもんじゃないですからね。うん、だから、その間にいろいろ、この質疑応答なんかも、ね、打診を受けて決められたんですよね。そして東山さんですね、NC としてレギュラー出演するプレミアムを出演しないということになったわけです。で、法案の施策についてでは、その情報番組ではどのように説明されていたのかというのがこちら。テレビ朝日の山口新平アナウンサーが、皆様がご存知のと、81歳散髪屋さん先生ねえ、このハサミ、30万、50万、1個。1個30万ぐらいもあるよ。ねえ、すごい高い。150,000 one scissor for 1個のハサミ。150,000。グラビー。高い。黒しかに使うしかない。ねえ、おー、な、81歳、81 years old、Barbers、けわりです、ポイントは。人とやで、元気やな、言うてくれる。元気なようなふりをしようだけや。まあ、今ちょっと仕事してるからそれで元気は分かる。そうよ、仕事しようから。しなかったら、そう、しなかったらもうダメ。やっぱりある程度神経。少し難しいものね。っていうのは、見てても苦しいですね。ジャニーズ性加害問題当事者の会議、菅さんは、ヤマトヘアサロン、ヤマトヘアサロンにもね、こっちで。OK、割りますよ。してるから、それで元気は分かる。仕事しようから、しなかったら、そう、しなかったらもうダメ。やっぱりある程度神経。少し難しいものね。